死人狩りは、1964年5月から11月まで、平凡パンチに連載された、笹沢佐穂の推理小説、また、それを原作とした、テレビドラマ。西伊豆を走行中の路線バスが崖下に転落、乗客27人もろとも海中に没した。バスの乗客には、静岡県警の浦上の妻子も含まれていた。当初は事故だと思われたが、 実は転落直前に何者かによる散弾銃による銃撃を受けていたことが判明。警察は乗客の誰かに恨みを持つ者の犯行と断定する。だが犯人は27人のうちの誰を何の目的で狙ったのか。憎むべき犯人にたどり着くには犠牲者たちの背景を一人ずつ洗うし人狩りしか方法はない。裏上の執念の捜査によって浮かび上がる犠牲者たちの 秘密とは、そして犯人とは本作を原作に載っていたのは27人のタイトルで、1965年5月29日から同年11月13日までネットテレビ系列にて放映された。全25話。放映データスタッフキャスト放映リスト1978年12月16日から1979年1月13日まで。 富士テレビでゴールデンドラマシリーズとして前後話が放送されたテレビドラマ。放送時間は毎週土曜日22時22時54分。主演の萩原健一はテレビドラマで刑事役を演じるのは太陽に吠えろ。の早見敦志役以来5年ぶりである。スタッフキャスト乗っていたのは27人に関するカテゴリー。ありがとうございます。